はい、皆さんこんにちは。Good afternoon。こんにちは。你好。チャオボンジュア。スラムアレイクム。ナマスカ。今日ですね、インドのまだ新しいレシピを持って皆様にお届けします。それはですね、簡単な、まあ本当に簡単なジャガイモカレー、ポテトカレーですね。このポテトカレーですね、本当に他の具材何もいりません。先ほどディスプレイでちょっと見ました。このような、まあ、英語でベビーポテトと言うんだけれども、これを15個ぐらいを茹でて、それでこのような形で皮を剥いて準備してあります。これこれからカレー味でポテトカレー、これをベジタブルや本当に肉、魚、エビ入れたい方もいるけれども、エビ嫌い方もいるし、まあ、本当に簡単にこのジャガイモカレー、このポテトカレーをこれから作っていきたいと思うので、皆さんお手伝い一緒にこのレシピを見ましょう。ここでこれのこと、アルドン、アルカドン、まあ、いろんな名前がありますけれども、このポテトカレーレシピ、これを皆様にこれから届けしますので、一緒に作り方を見てください。お願いします。それでですね、こちらにある具材の方からちょっと紹介して、料理の方に行きたいと思うので、このようなスパイス置いてあります。こちらですね、硬い。ここには硬いスパイスで、ベリップ、シナモンのスティック2個、ちょっとブラックペーパー、グリーンカルダモンが2個、それとクローブが3個ぐらいあります。こちらジンジャーとガーリックペスト、それとこちらですね、これコリアンダーパウダー、これ欠かさないですね。コリアンダーパウダー少し多めに入れても全然味には問題は出ないですね。これコリアンダーパウダー、コリアンダーパウダーといえばパクチンの種から作るパウダーです。ウボン、これ少しだけ使います。こちらになります、カシミリレッチリパウダー、以前のビデオにも紹介してあります。赤みがありますけれども、辛みはほとんどありません。こちらキューミンのホールですね、シャヒジラと言いますので、これをキューミンのホールです。このキューミンからのキューミンパウダー、これを今回使います。これガランマサラ、最後に仕上がる前にこれをガランマサラ使います。グリーン唐辛子、これ2個分ですね、2個分ちょっと切ってこのような形で準備してあります。こちら味作るために塩、これですね2種類見えますか。こちらの上の方は細かい、下の方がちょっと葉っぱが見えるんだけれども、上の細かいはこれフィネグリスリップス、カスリミティ、まあ、バジルみたいなもので、下のこちらの葉っぱはカレーリーブですね。これカレー味に仕上げていきますので、これをカレーリーブを最後にちょっと香りつけるためにこれを使います。ここにありますパクチン、パクチンは上の葉っぱの部分と下の枝の部分細かく刻んでありますので、これ段階で使っていきます。それとですね、このじゃがいもでポテトカレーを作ります。まあじゃがいもといえばこのじゃがいもでこれを省しておきますので、トマトをここに2個分準備してあります。まあこのぐらいサイズで2個分ですね。これそれとですね、今回はここに玉ねぎがないんですけれども、玉ねぎは欠かせないもんで、この玉ねぎ、今回カレー料理作るときに玉ねぎがですね、本当にきつね色になるまでに時間かかるので、ちょっと別の裏技を使ってこちらにあります冷凍庫の中に刻んでこのように準備してありますので、これを今度冷凍の玉ねぎみじん切りのものをこれから使います。今ここに、はい、じゃじゃん置きました。これで玉ねぎも準備しました。これで材料とスパイスと具材このような感じなので、油は今回サラダオイル、これを使います。ちょっとだけ、まあこれオプションなので使っても使わなくても大丈夫なんですけれども、気持ち少しだけこのレモンジュースを使おうと思って準備しました。まあこのような感じで、あと一緒のおじでこちらお湯を使いますので、
これから皆さん作り方、私と一緒にこれを見てください。本当に作り方ものすごく簡単なので、材料、具材、じゃがいもオンリー。カメラがですね、ちょっと近くに準備します。ちょっとこういうところに省いておきます。フライパンがはっきり見えるような形でちょっと準備します。はい、それとですね、このフライパンにちょっと火をつけます。ここにあるこのサラダ油で使うけれども、ちょっとこれ使いますので、ちょっと火を開けまして、このまま一回ですね、油入れて、この油の中にですね、一度先ほどの皮をむいてゆでてあるポテトを一回軽くフライします。こちらにあります、これですね、これ軽くちょっとフライして形が崩れないように、そしてちょっと周りにちょっと色がなるような形でちょっとフライします。まあ、そういう感じでフライする方もいればしない方もいるので、そういう時にまあじゃがいもが固めに使う方もいるし、私このような形で準備しました。あんまりこれを混ぜない、じゃがいもに火通ってありますので崩れてしまいますので、あんまりこれをちょっと色をつけるような形ですね、簡単に。まあ、色で言えばちょっと焼きがつきますね、これね。まあポテト大好きの方はたっぷりポテト入れても全然問題ないので、ただそれによってスパイスの流れここにあります。このスパイスの流れも多少変わってくるので、私このベビーポテト、このちっちゃいポテトを使ってました。これ非常に良いですね。この段階でですね、このちっちゃい小さじ5スプーンでちょっとだけウボンこの中に入れます。軽く、そうすると色がきれいになりますので、まあ、やり方いろいろでしょうね。その人において多少の若干のやり方が変わるので、まあ同じフライパンに料理作っていきますので全然問題ないですね。本当もうちょっとこのようなじゃがいも入れるといいですね、これね。本当にじゃがいも大好き。この中にエビ入れる方もいるし、他の野菜と混ぜちゃうと本当にこのポテトカロの意味がなくなっちゃいますので、それを一切しません。まあ、この程度ですね。このような感じでちょっと色がところどころつきましたので、
これを一回別の器に移動します。これ一気にゆっくりとですね、こんな感じでポテトが崩れないようにですね、これ最後にカレーのルーが出来上がった後に最後に入れます。はい、このような感じになっております。それでですね、この同じフライパンのこの油の中にこれから火を作っていきます。この段階でこのサイジラ、前のビデオにも紹介してありますが、キューミンの方ですね、これを入れます。こういうものを入れていくと、まあ大体ね、本当にね、いい香りが立ちますので、これと一緒にこの硬いスパイス、硬いスパイスのこのベリック、シナモン、ここにこのグリーンカルダモンと、これグリーンカルダモンのですね、口がちょっとこういうふうに切っておいてあります。見えますか、切っておいてありますので、この中からですね、中から種があるので香りが出てくるために少し切っておいてあります。あ、ごめんなさい。大体ですね、この硬いスパイスが入れると、この油の中に硬いスパイスの味と香りがですね、入ってきますので、これ今パチ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 音が立っております。このパチ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 音が止まった段階でですね、もうパチ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 この音が鳴っていくので、この時に、先ほど冷凍にしました今回。玉ねぎのみじん切りですね、これもちょっと跳ねると思うので切り替えます。火がちょっと弱くしますので、これは跳ねるでしょうね。これ崩れてくると本当に色が早く普通に色に変わってくるので、まあ英語で言うとゴールデンブラウンですね。これ玉ねぎですね、このぐらいサイズの1個半分ですね。まあ、以前のビデオにも紹介してありますけれども、カレーのルーに欠かせない玉ねぎ、トマト、どんな理由でも使えます。まあここまで溶けてきた段階でですね、ここにちょっと味付けの塩だけ取ります。そうすると玉ねぎの甘みが出てくるので、
黄色も早く薄い色に変わってきます。これこの段階にですね、こちらにあるジンジャーとガーリックペッパー、これをですね、こちらのスプーンの一つ分をジンジャーガーリックペッパーとニンニク準備します。これを全部入れます。このジンジューとガーリックペッパーですね、なんで最後に入れるかというと、先に入れちゃうと焦げちゃうので、これをこの段階に入れていきます。わお、いい香りですね。これやっぱりジンジャーとガーリックとスパイスの硬いスパイスの組み合わせ、色が本当にの色に変わってくるのきました。やっぱり早いですね、冷凍にすると。玉ねぎ、皆さんも覚えててください。玉ねぎみじん切り、いろんな切り方で切って、サランラップに分量に置いて、それで冷凍していってください。使うときに早く出来上がるので便利です。この段階にこのトマト全部入れます。このままちょっと寝かしておきます。周りからブチ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 が出てきた、このまだスパイス使ってませんので、まあそこでちょっと多分見えると思うので、このような感じでスパイスがそれからまだ使っていきます。この唐辛子、この段階で入れておきます。ずいぶんブツブツになりました。油が浮いてきてるんですね、上に。見ますか、皆さん、油がね、浮いてきてるので、この段階にちょっと火が弱くします。そしてここにあるスパイス、ウゴンの粉。コリアンダーのパウダー。カシミリレッチリパウダー。これ、キューミンのパウダーですね。はい、全部入りました。ガラマサラと、こちらにあります、フェニゲリルリップス。カレーリブはもうちょっと後で入れ使います。火がちょっと強くない。この段階にですね、スパイスが焦げないように、カメラがもうちょっと前に移動します。
このような感じです。スパイスがですね、焦げないように、ちょっとお湯を足していきます。ルーがあっても問題ないけれども、そのほどルーを私は入れませんので、やっぱりそのじゃがいもの分量も関係あるので、もうちょっと入れても問題ないですよね。これでですね、一回火としますので、この段階でこちらにあるパクチーの葉っぱの部分と細かく刻んである枝の部分があるので、そちらの方をちょっと入れます。だけですごい香りですね、これ。まあパクチー嫌いな方もいるかもしれませんけど、本当にこれは合います。今この中にですね、ゆで卵を入れたら卵カレーになっちゃいますね。これベースはですね、大体ほぼ一緒なので、フィッシュカレーの魚を一度焼いて、それからこの中に入れてもフィッシュカレーでも味が非常に美味しくなります。まあ魚において若干スパイスも変わってくるので、今日ここで使用しましたスパイス全て使わない場合もあるので、そこを注意しなくちゃいけないですね。この段階に、このこちらにあるカレーリブとフェネグレスリブスをこの中に入れちゃいます。これすごく香りが出るので、本当に全てがですね、植物からできてるので、あれもこれもそれ全て植物ですね。全て体のためにいいし、漢方ですね。本当体のありからあらゆるいろんな病気のために、漢方みたいの本当に薬ですね。一つ一つでスパイスの本当に大事な特徴があるので、今度その辺も紹介していきたいと思っております。こういうふうにブチ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 になってきて、油が浮いてくると、全てのスパイスが一応出来上がりましたという、まあ、証拠になります。そうじゃないと生匂いとかスパイスが味が口に合わないというか、そういう感じもあるので、この段階にですね、先ほどのフライしましたじゃがいも、これを全部この中に入れちゃいます。ゆっくりと混ぜるので、そうするとこれでじゃがいもタレの出来上がりになります。本当に水をそんなにいっぱい入れません。これをナン、ルピ、ジャフランライス、白いご飯、どんなものでも合いますね。これこの段階にこのガラムマサラ全部この上からこの中に
汁で一回軽く火が弱くします。一回混ぜるんですね。うわすっごい香り、本当にポテト、じゃがいもオンリーですね。これどう見てもじゃがいもオンリー。これですね、ベジタブル、ベジタブリアンのためにすごくいいものです。ここでですね、少しだけキムチ、お水入れて、弱い火で少し煮込みます。ポテトの中に味が染み込むため、これでポテトですね、崩れてないですね。全然これ一度フライしなかったらですね、ポテトがですね崩れてしまうんですね。はい、こんな感じです。これはベリーブがちょっと大きすぎですね。グレーベリーリすっごい香り、これ。はい、これでポテトカレー、じゃがいもカレーの出来上がりです。皆さんも自宅で作ってみてください。はい、いい消しました。それでですね、ちょっとだけこれをディスプレイしますので、これに取ります。うわ、本当に美味しそうですね。これは本当にこのルーの中に、先ほど申し上げました卵カレーの流れもできるし、どう見ても卵カレーにも見えるんですね。他のベジタブルでも全然大丈夫。このような感じですね。じゃがいもが見えなくなると、ちょっと見えるような形にこれを乗せました。それでですね、カメラがちょっと移動します。このような感じになっております。そこでですね、じゃんじゃん、こういったもので、これもですねポルタというんだけれども、こういったもので食べると美味しいです。ポルタ、ナン、チャパティ、ジャフランライス、白いライス、何でも合います。皆さんもこのようなオンリーポテトカレー、ジャガイモだけのカレー、これを自宅に作って召し上がってください。このようなものでもすごく美味しくなります。
これの上にですね、先ほどのちょっとパクチンのこの緑の部分がちょっとディスプレイのたびにちょっとパラ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 、このような感じで、まあ、盛り付けの流れですね、するとすごく綺麗に見えます。皆さんいかがでしょうか。このような感じで本当に簡単に、ポテトカレーの出来上がり、これをここで、ジャガイモカレー、まあ、アルカレー、アルドンというんだけれども、このような感じでみんなその時の状況で家庭の中で作って召し上がっております。日本のインドの店には全く置いてありません。このメニューもあるので ないので、自宅で作るしかないですね。だから皆さんも一度これを試してみてください。これちょっとまだ毎回同じような感じでちょっと味見ますので、どうしましょう。ちっちゃいお皿、せっかく作りましたので、これをじゃがいもだけ今回こちらの中からちょっと試してみますので、熱いですね。見えますか。まだ湯気が飛んでます。本当に飛んでます。これじゃがいも熱いと食べにくいですねまあそれでもちょっと味見ますのでいただきます。ちょっと移動しておきます。はい、皆さんいただきます。どんな味かな、塩とか辛さ、それもちょっと見たいのでいただきます。本当に辛さも塩の味、全てのスパイスの組み合わせ、本当に合っております。自分で作ってるだからじゃなく、まずならまずいはっきり言いますので、これをですね、塩が足らない時に後から足しても大丈夫し、辛さ付け方を後から唐辛子の粉、パウダー唐辛子、ではレッチリ、そういったものも上から振りかけても大丈夫。ただ先から辛くなっちゃうと、後からその辛みを整えるためにヨーグルトとかクリーム、牛乳、そういうものを入れてしまうと、せっかくの味がまた変わってしまうので、最初からちょっとその辺の計算の上で、私自分なりのアイデアで作っております。だから向こうでこのようなもの、同じようなものみんなで召し上がっているので、皆さんも今度家庭の中で作って家族で召し上がってください。今度新しい動画を持って皆様にまだ届けると思ってますので、それまで皆さん元気で、今日はさよなら。今日のビデオ最後まで見てくれたことにおいて本当にありがとうございます。バイバーイ。また次回のビデオにお会いしましょう。